皆さんこんにちは。本日はフォーカス M 第39回戦40回戦の模様をお届けしてまいります。実況は私山田学ぶ、解説は藤崎聡が務めます。藤崎プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは38回戦までの成績を見てみましょう。はい、こちらが成績表となっております。本日対局する選手は2位山井博士、5位広柴田、11位高宮真理、15位滝沢和則、こちらの4名によって対局が行われます。対局室の準備ができているようです。第39回戦統杯の開始です。対局室の方がですね、今準備できたようです。39回戦40回戦対局を開始してください。39回戦がちーちゃから高宮、なんちゃに滝沢、シャーちゃに柴田、そしてペーちゃ山井の並びでスタートとなりました。ドラは数層です。はい、はい、ということで藤崎プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2回目ですか、一緒に僕が実況で解説していただくのは。そうですね、はいはい、まだギリギリ NG は出してないんでねギリギリですね本当にギリギリですけども藤崎プロもフォーカス M 出場されてますよね。あ、出てないと思いますよ。出てますね。あ、出てるんですか。はい、しっかり名前が載っております。そう、記憶にないですけどね、思い出してください。はい、はいはい、こちら成績をしっかり出ましたんで、今、20位ですか。いました。今の一瞬じゃ分かんないですよ。いや、僕は見つけたんで大丈夫です。あ、そうです。はい。さあ、藤崎プロがですね。あ、いいですか。まあ、とりあえず手配見ましょうか。はい。はい、親番が高宮です。柴田が換算像を入れて一歩前進と。はい、病はもうイーシャンテンですか。はい。高宮はチートいつもイーシャンテン、はい、赤が1枚。柴吉昨日対局あってね、まあお疲れでしょうけど。そうですね、昨日 A1 リーグを、首位で方を受けて先進出を決めました、はい、柴田。ただまあポイント的にね結構楽なポジションいたんで、はい、まあ今日の疲れは大丈夫ですからね。そうですね。で、はい、こっちの、フォーカス M もプラス 133.7 ポイントと、今季は好調をかなり維持しているように見えますが。そうですね、はい、あと山井プロが今日の結果次第で首位まで来ますもんね。そうですね、山井は現在 204.1 ポイント持っております。さあ高宮がトンを重ねてウーピン短期でリーチに行く。リーチチートイツドライチ、ずずしいですね。ずずまあまあ、赤なんでね、はい、さあしかもチートイの残し方で、ね、はい、ウーソーまで残ってましたからね。そうですよね赤嘘を重ねようと。なんならさあこちらのルールは、一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、そして時間打ち切りがございます、はい、80分プラス1局で時間打ち切りと、はい、うん、ただまあ高宮さん攻撃的なスタイルですからね、はい、こういうリーチいいんじゃないですかね。まずは先手を取ることに成功しました、うん、はい、さあそれに対して滝沢が、単野をドラ1のイーシャンテン、はい、柴田はこれでイーシャンテンですがどうするか、うん、6巡目の親りギリギリですよね、はい、それでもやっぱり手になってる人は来られますんで、なかなか、ね、まずは現物の9番、うん、なかなか一人旅にはならないですよね、うん、特にこのルールだと、うん、一発裏ドラ赤が3枚、うん、で、まあ、自身が裏ドラドラじゃないですからね、赤1枚ですから、はい、それ以外に赤とドラが6枚ありますからね、はい、それをおっとこれでチューンワンコにして、はい、両面で転敗。これは追いかけリーチだ。柴田が追いついてリーチをしていきます、はい、ウッパッソ待ち。意外とウッパッソも結構あるんですけど、ウーピンが2枚あるからね、いい勝負じゃないですか。さあ一発こう赤、上は寒い、あれ妻じゃないもんね赤そうですね、はい、赤ウーピンも使ってるんで赤で積もってことはね、はい、あれで積もったら赤赤ってわけにいかないもんね。そうですね、タッキーもテンパったんだ。あれそうでした、今ちょっと見逃してしまいました。あっと滝沢これ積もですね、単位を積もドライ1、二軒転敗を制して、これは感触いいね。
感触いいですよね。ドラ表示杯でしたか、三蔵は。そうですね。さあ、千二千のつもがりは、なんと滝沢。はい。もう、つもがイケメン。つもがイケメン。はい。さあ、つもがイケメンの滝沢の親番。ドラはチーマン。その低いトーンで突っ込んでくるのやめてくれる？突っ込んでくるときはもうちょっと高いトーンにしてくんないと。気をつけます。はい。ちょっとまだ慣れてないんでね、ちょっと慣れてないを言い訳にすぐ、はい、使っていきますんで、うん、さあ滝沢は関連ワンを入れるツモがイケメンと言ったところですが、戦えそうなのは高宮は想像の本一、まあ、赤馬が打っております。ただこのルールなんでね、はい、仕掛けていく可能性も全然ね、はい、うん、相手いて厄介重ねるなり赤嘘を引けば一気にね値段も上がりますからね。うん、さあここで早くも赤馬を元気に切り出していく。うん、この使わない赤は本当に邪魔ですよね。うん、手配が透けちゃいますもんね。どうせ切るなら早めに。ああ、そうですか。でも手配が透けちゃうからちょっと扱いが難しいですか。うん、そうですね。だから本当は引っ張れば引っ張るだけいいんですけどね。はい、ただ引っ張れば引っ張るだけおっかないですからね。うん、泣かれる可能性も上がっていくといったところですか。うん、泣かれるのはいいですけどね、補充すると倍の値段払わなきゃないですからね。はい、広柴田は先ほどかなり好感触のリーチ打ってたと思うんですけども、うん、まさかの滝沢、おお、テンパってたのみたいな。うん、そうですね。あっさり積もられてちょっと先行き不安な感じするんじゃないですか。はい、いや、どうですかね、そんなこともないんじゃないですか。うん、あまり気にしないタイプと。どうなのかな、あまり気にしないような気しますけどね。見た目じゃ分かんないよね、大体いつも困ったような顔してるからね。表情からはちょっと読み取りづらいタイプですよね。うん、さあ広柴田はこちらの手形ち、想像の一通が見えてきた。うん、まあ廃効率でいけば両蔵つもりなんでしょうけど、うん、まあでも持ちたいですよね。一応三蔵を見ますか。三蔵引きがものすごい強いですからね。はい、高宮も先ほど三蔵入れて想像がいい形になってきている。うんうん、さあウーソをあんこにして天杯は滝沢。ここは関数ピンでいった、はい、リーチ、うん、ドライチ親で先生リーチです。うん、高宮さんと広芝のとこは、ね、はい、ピン2ほとんど持ってなさそうに見えますよね。うん、そうですね。さあこの関数ピンがなんと山に3枚残っています。高宮さんもう1枚引いちゃうとな、めんどくさくなりますね。1枚引いたら勝負いかざるを得ないくらいになりますけど、ウーソーないもんね。もう、あ、そうですね、ウーソーがない。パーソーも1枚しかないもんな。はい、さあ高宮の想図はウッパソーの受けが残っていて、うん、だからね、リアンドも通っちゃってるし、ちょっと厳しいですか。イーションも通りやすそうなんで、はい、もうイーシャンテンになる前に危険牌2枚ぐらい持ってくるとね、うん、もう降りる牌はいくらでもありそうですから。やっぱり一発裏ドラなしの連盟の公式対局と比べると、はい、うん、なんていうんですか、リーチの価値が高まる分。どうなんですかね、リーチの価値は高まんないんじゃないですか。リーチの、ごめんなさい、打点が上がりやすいっていうか。そうですね、はい、はい、だから リーチ自体の違反の価値は下がりますよね。うん、だから意外とめくりっこになるケースが多いですよね。あんまり一人旅にならないですよね。はい、まあ、こういう親リーチでも戦ってくるのが一人や二人はいると。うわ、言ったもんな。うわ、言ってますね。あ、数ピンはね、唯一ピン上あの時切ってなかった山井が統一なんですね。はい、山井が数ピンを重ねまして、でもまだ山井2枚残ってますからね。うん、
さあ三蔵落ちして高宮が本一のイーシャンテン、トンと9層とウッパス層ですが、ウッパス層がちょっと厳しい枚数的には。1枚トンも1枚、9層は2枚ありますか。うん、枚数的にはパー層が残り1枚と、はい、これあ、スーピン食い流したんじゃないのこれ。そうですね、今チーしたことによって滝沢のツモ筋のスーピンが柴田の手に食い下がった形です。あと1枚ですか。そして広柴田はイーシャンテンに復活と。結果的には山井が三蔵打ったのが大きかったですね。そうですね、食い流して。いい記録ですか。さあウーワン落ちすれば天敗の柴田がここで考える。さあ形式天敗取りましたね。パーマンが早いだけ、うん、まあまあ切りづらいですけどね。ドラが G1 ですからね。ドラバサミ、ドラ表筋ってやつですからね。さあ高宮も背底が回ってきてなんと天敗、しかしチュンがション敗。さあどうするですかね。切るかもしれないね。打っていくか。チュン切らないと。チュン打った、うん、チュン切らないと何切るかになっちゃうんで、はい、広島もいるからね。三蔵って抜きづらいと思うんで、あんこのトン切ってもし万が一当たったらシャレにならないしねみたいなことをいろいろ消去法で考えると、じゃあ切っとくかと。じゃあチュン勝負しとこうかって話になるんじゃないですかね、うん、なるほど。さあしっかりチュンを打ち抜いて天敗を取ることに成功しました高宮。3人天敗で流局で、親の滝沢の連チャンです。トーン2曲、1本場ドラが何。まずまずですね、はい、まあ、白ポンって言ってしまえばテンパイまでは簡単にいきそうですけど、うん、しかしドラの何をどう使うか。あらららら、もちもちだ。こう一気になんかハイパーよく見えなくなってきたねあれ、まあ、白のみなら簡単に上がれそうですけど、でも形的に言うと、あ、そうか、この白がもちもちってことですね。そう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 、白だよりの手組みになりそうな形ではありますけどもね。なんか外してって面単品とかにね、チーピン持つもぎったし、はい、チーピン持てばチートいつもありましたからね。うん、さあ山井と滝沢が白がもちもちの形、うん、逆に山井プロの方は白頼みでもないですもんね。白ジャンとも全然ある形なんで、はい、他のメンツでどうにかなると、うん、例えばこいつもですよね。そうですね、これで、あ、本一見ると白頼みにまた戻ってくる可能性あるね、うん、ただ三色の方に行けばもう白は完全にいらないですからね、はい、さあなんか結構みんな攻めが強いメンツ、うん、まあ、滝沢はまあ、対応型ですか、どちらかというとこの中では、まあ、でもタッキーと広芝は攻撃型ではないですからね。ああそうですか、うん、山井高宮が攻撃と。まあ山井プロもこのルールだと意外と思ったほどではないですよね。ああそうなんですか、うん、意外と公式戦の方が押すイメージありますね、公式ルールの方がね。ちなみに藤崎プロは、うん、このルールの方がやっぱりちょっと攻撃的にはなりますよね。攻撃的になりますか、うん、あの包重しても、はい、取り返せる可能性が全然高いですからね。相手の手が高いだけじゃないですからね、自分の手も高いですからやっぱり、ね、はい、上がれば取り返せると、はい、ただあの一発っていう役だけがちょっとね扱い難しい。あ、これで吐くじゃんとなりましたね。さあ滝沢がこれで3色やチャンタが見えてくる、うん、柴田は 1,2,3 の3色のイーシャンテン、はい、
それあの赤山が天敗、はい、赤は関係ないですけど、はい、休みでしたね。あの一発っていう役がどうしてもね、あの点数倍になっちゃうんで、はい、一発だけ報酬したくないとかいう絡みがあるんでね。なるほど、うん、さあ山井がスチーピン待ちでリーチをしていきます。バツもなし、はい、あれスーピンって誰も持ってないんじゃない。スーピンは誰も持ってないですね。バニーも出てないので、はい、チーピン1枚、スーピンは4枚山に残っている、はい、チーピンが1枚さあドラの難を切っていく、はい、柴田も戦う気でしたがここは山井のつも上がりリーチ、つもドラ1、うん、安い方裏ドラはチーピン1200、2100、2100のつも上がりです、はい。さあトン3曲、親は柴田、ドラが初、さあその初がここに統一、うん、これはチャンスじゃないですか。どうかな、どうかなまあだからあの公式ルールほどね赤いのが3枚入ってたりするんで、はい、公式ルールほどあの流派が輝いて見えないですよね。うんなるほど。さあ滝沢の手もいいぞ、はい、チューンあんこで想像の多い形、だから人によってはあのタッキーのハイパーの方が全然いいっていう人いっぱいいると思いますよね、うんうんうん、こう 山のハイパーは流派一枚に浮いてるから微妙か。そうですね、山もでもおっとウーソーあんこにして本一のイーシャンテン、うわもう名本のイーシャンテンなんだね、はい、うん、早くも名本イーシャンテンは滝沢。さあ山も手がいいので初を打ち出していって、それを親の柴田がポン。さあ各社手がぶつかりそうです。高宮は 1,2,3 の3色ですが、シャアをここで切っていきましたね。ここでシャア切りだとちょっと後半安全牌手詰まりそうですけどね。これ大丈夫ですかね。ペグで打ってても良さそうですけどね。さあそうですね、後半戦にもっと煮詰まってからってことですよね。ギリギリまで取っておきたいシャア。さあもうシャアを統一落とししてしまう。これで安全牌、うわ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 、イケメンリーチだねこれ。ああしない、イケメンは闇天、あれツモパン、ああこれで嘘は大丈夫なんです。あ 嘘大丈夫なんです。嘘いいやつだね、すり抜けてるやつだね、はい。さあ滝沢がメンホンチュンイーペーコー赤、しかも三面ちゃん待ちの天敗、これでツモリスーアンコーですよ。しかも1枚切れてるパスをアンコーにして、これでチーソー9層、これで一応あのパーソーでスワンコにならないんだけど、パーソーがないから、はい、もう積もった時はスワンコです、ね。さあ初を加冠してシンドラがチーマン、さあ広芝田もイーシャンテンまで来た、うんうん、ハネマンのイーシャンテン。タッキーの街は誰も持ってませんね。え誰も持っていないなんてことがあるんですか。四山チーソー九層がなんと四山、これ出たら何点ですかこの場合は。チュン本一三アントイトイ赤出ても倍満。さあさあ急走がここに1枚来た、ここからは打たれない。高宮は打ちません。さあ柴田も転敗したい。さあ病これで転敗ですが、シャンポンにするか、うん、パーマンは切りづらそうだね。一応パーマンスとあのドラカンしてる親のね、はい、広芝の現物待ちになりますけど、ということで6万を切ってシャンポン待ちでリーチ、はい、3万ウーアン。さあそれに対して滝沢がどうするか。どうするんですかね、これは現物待ちって言わないでしょ、だってねパーソンないからね、はい、うわはははウーアンは入り目です。さあチーソー掴んでしまった、これは滝沢の上がり、手配がイケメン。追っかけとくと YouTube 行きだったねこれね。これは追っかけてると3倍マンからですか、うん。さあチュン本一トイトイ3アンコードラ1リーチしてる病から打ち取りました、はい、1万6千点の上がり。さあ病親番を迎えます。
トン四曲ドラワリアンピン。さっきも高宮さんもね、はい、あの今シーズンオフに入ってるんで M リーグの方が、はい、まあ、少しはスケジュール楽になったんですかね。なんか忙しそうだったもんねこの間まで ね、みんなね。さあ山井は両面ターツが3つと、はい、高宮はカンパスを入れる。今バイマンは上がった滝沢はマンズの多い形、はい、シーズンオフとは言わないですね。お正月休憩っていうんですか。そうですね、年末年始はちょっとゆっくりして、ね、休養を取ってほしいところですが、はい、シーズンオフはあくまでシーズン終わってからだもんね。そうですね、うん、まだ M リーグ続きますんで、はい、滝沢はツモがイケメンです ね、イケメンだね。リャンマンチーマンって引きましたよ今、うん、そしてリャンメンリャンメンのイーシャンテン、ヤマイも手がいって進む。高宮も手が進む。みんなツモがいいぞ、うん、さあこれでゴロチも見ていく。さあ柴田の手にドラが3枚、うん、高宮さんテンパイ。さあ高宮はテンパイしてリーチをしていきます。リーチピンフドラ1待ちはイースピン。さあ滝沢も追いついて、これはスッチーピン待ち、リーチピンフドラ1、うん、リーピン3枚見えてますけどねはい、そうですね、イーピンが3枚見え、ただチーピンも2枚しかないから、うん、ほぼ条件一緒ですかね。スーピンの積もり合いと、まあまあイーピン1枚とチーピン2枚ありますからね、はい、2人合わせてイースチーピン。そうですね、イースチーピンは2人で積もってる感じだから、なんか決着はつきそうだね、うん、さあそこに病も参戦したいところ。さあ柴田はドラがすごいですが、真っ赤か、たださすがにちょっと手形的にだいぶ遅れてる感じしますけどね、うん、嘘はつもぎり、うん、嘘つもぎりが一番硬いね。さあ山井は嘘つもぎり、両面両面のイーシャンテンです。山井さあ、さあイーピン、これは高宮の上がり牌、まあ、パーソー先ですか。嘘の筋のパーソーから切るかどうか、まあ、どの道イーピンは止まんないでしょうね。そうですよね、はい、点数のない親番です、うん、まあ、ここでスーピンとか掴んだらやめると思いますけどね、はい、さあこれで高宮のマッチは山にはスーピンだけになってしまった、うん、なんでこれでタッキーの補充だけはなくなりましたね。はい、そうですよね。滝沢はスーチーピンマッチ。Mリーガー同士のめくりっこですか。はい、どちらに微笑むか。あ、これは、はい、これは止まんないですね、宝珠になってしまう。テンパイが入った病から打ち出されたEピンに高宮のロンの声、はい、リーチピンフドラ1、3900の上がりです。初上がりですか。はい、高宮が初上がりをものにした。そして難入でドラがパーピンです。さあ今の上がりで2着目になった高宮、ハイパイはまずまずといったところか、はい、タッキーも随分会長に言ってますけど、うん、まだ4万4000だもんね、うん、全然まだ安心できる点差じゃないですか、うん、いや親番1回あれば、はい、山井プロは若干厳しいですけどね、うん、他の2人は親番1回でもう簡単にひっくり返せるよ ね、うん、ね。さあ柴田はすでにイーシャンテンになっています。高宮さんも4戦折る積もるとほぼ並びぐらいまでいくもんね。そうですね、あらららさあこれ難しい Q1 切り単野を見ていった、打点を見ましたか、はい、さあ柴田は両面とマンズの部分がどうなるか。
ピン3色まであるもんね。うん、高宮、ゴロッチも見える、はい、手が立ち。卓球はドラドラ、広島もいいシャンテン、なんだこれ。さあ、ぶつかりそうだぞ。やっぱりこのぶつかり合いが見てて面白いですよね。そうですね、はい、見てる方はね、はい、やってる方はたまんないけどね。そうですよね。大体基本的にリーチって言った瞬間にみんな降りろと思ってます。うわ、チーソーじゃないんだね。チーソーではなくて、まあまあ、ただパーマン引いちゃうとお値段がっくりいっちゃうんで、赤ウアンを使い切ろうという感じですか。ただ親番なんでね、はい、チーソーで良さそうだけどね。しかし、ああ、ただあれか、ローソー引いた時リャンゾー切りが強いんだね。ローソー引いてリャンゾー切り、うん、さあ、ウーソー引いてリャンゾー切りましたね、うん、まあ、ローソー引いてインペイコー出来上がるとね、もう 3色が崩れる形になりますけど、だいぶ広いシャンテン取れるからね。はい、もう元々立ても十分ですからね、うん、意外とみんなテンパんない、ね、そうですね。柴田は三面ちゃんと両面のイーシャンテン、はい、誰が一番いいか。さあ、高宮ここで、まあ、これはさすがにチーソー、さすがにチーソーになりますか。ただチーマン危ないね、残しておくと、うん、ああ、これイスチーマンほとんどない、広島の方。イスチーマンが薄いですか、うん、E1 が3枚切れ、残り1枚、残り1枚、3万0、数番はもうない。チーマン1枚だもんね。イースチーマン2枚しかないですね。なんと。ってことは6球満の方、引くとすると6球満引く可能性が高いから、はい、高宮さんのチーマン危なくなる可能性あるね。持ちすぎると危ない。あら、なんと、ヤマイが一番最初にテンパイ。ヤマイがテンパイ、白いいペイコーで完数満待ち。はい、ただ数番0って言いましたからね。数番は、ん ?1 枚いるんじゃないですか。ああ、本当ですね。そうですね、スマ、ね、スマ1枚いますね、はい、またやるとこでしたね。危なかった、失礼いたしました。うん、何回もあるんだよね。これは、これはもう順からですねって言った瞬間にいつもって言われるのね。僕もあの一番最初の実況の時に、はい、あの内側の数万個の枚数数え間違えてて、しかしこの数万個は上司しないとか言ってたらあっさり積もってましたね。ただね、あのテンパりましたね。サリアンマンを切ってシャンポン待ちで闇点ですか。ご覧になってるファンの皆さんも優しいからね、はい、だいたい5枚目わらとかね、コメントが飛んで盛り上がるって、逆にね、優しい。うわ、あ、高宮これはどうするか。役が、タッキー役なしなんで今のうちに打っちゃった方がいいかな。バーピーはつもぎり、うん、さあポンして、これはこれは、これは脅かし半分かな。逆に上がりづらくなったもんね。数層2枚切れだもんね。そうですね、ポンしてイーソーを切って数層でだけ上がれる形、うん、さあ病はこれでシャンポンに変えるかどうかですが、イーソー2枚切れですか。短期もあるけど短期やりづらいね。チートイツはね、チートイツの3万短期にする、まあ、ただ安全度を優先しましたね。さあそして高宮テンパイが入る、タンヤをドラドラ、街はカンローマン。さあローワンは山にまだ2枚眠っています。本当だね、3万も2枚いるんじゃないの。3万も2枚ですか。あ、山に痛いね、ウーマン。あ、でも2万3枚切れたから、あ、ちゃんたには取れないか。これ宝珠だね。あ、ローワン、これは高宮の上がり、はい、タンヤをドラドラ、7700点の上がりです。はい、余計なことしましたね。ちょっとこれは結果は良くない方に行ってしまいましたが、はい、テンパイを入れさせて上がり牌を打ってしまったと、うん、まあらしくないはらしくないですけどね。まあ基本的にね、あの流れ論で言うと、まあ、ついてる時は、はい、あの余計なことしない方がいいが基本ですからね。余計なことをしてしまったといったところですか。そうそうそう、ついてる時はあの風に揺られてればいいっていうね、はい、あの、はい、っていうのが基本ですからね。だがしかし、しかし手配がまたしてもイケメン、ね、イケメン嫌いなの。対抗心を燃やしてるわけじゃないよね。いや、そういうわけじゃないですよ。あ、そういうわけじゃない、はい、そんな声裏返って言うことじゃないんじゃないの。いや、だからあの、はい、藤崎さんが悪いんですよ。あ、そうだ、あのそういう方に行くから最初から。なるほどね。
藤崎さんが悪い。怒ってんの？怒ってないですよ。怒ってはいない。そんな簡単に怒んないですよ。なるほどね。はい。あ、そう。はい。高いよ。なんでテンション下がったの急に。手配を見ていきましょう。はい、意外と麻雀プロなかなかね。はい。何ですか？この時間から喋ることあんまりないからね。まあまあまあ、ね、そうですよね。想像かぶりしてますね。あ、そうですね。山井が想像の本一に向かって、はい、走り出していく。想像かぶりではないんだけど。高宮ドラドラ。高宮もタッキーも想像一番持ってますからね。うん、ていうか基本結構みんな手配に想像が多い形ですか。なんで想像は厳しい。ただいい想像だもんな。なんか自敗重ねた方が上がりありそうだけど、うん、ただね選んでドラ切るのも嫌でしょうから、うん、ドラがあと1枚あるんだけどドラ重なったりしたらもうほとんど上がれる気しないな、うん、そうですね。これでも全然楽じゃないもんね。まあ何をポンしてシャータン機とかなら上がれそうですけどね。はい、そこでその選択をできるかどうかが難しいところ。うん、シャー重ねるのが一番いいですか。そうですね、山からしたら。うん、迷わなくて済むと。さあ滝沢がこれでいいシャンテンですが、いいシャンテンに取るかどうか。一応取りましたね。ドラにくっつくと両蔵1枚3蔵2枚だからね。うん、ただもし何アンコとかになると、はい、打点十分で満貫で良しとしてドラ短期には受けないような気はするんですけどね。はい、そうすると結構強いですよね、シャー短期にすれば。うん、で想像の4面ちゃんとかね、5面ちゃんとかその変化を待てると、ま、なれば変えるみたいな。はい、しかし高宮さんずっと両蔵引っ張るね。うん、まあ3蔵引きでも良しということでずっと持ってますね。うん、ただもうチュントンと余らされてるから、あ、でも本一に見えない可能性あるか。さすがにそろそろ切っとこうという感じの手つきでしたが、リャンマンが4枚飛んだんで、はい、ちょっと仕頃の変化から仕掛けも効くようにみたいなイメージですかね、高宮さんとこはね。あー、なるほど。うん、だからあの見えてる形は三面ちゃんなんだけど実質三面ちゃんじゃないですか。このツモですよね。うん、これで数層が動けると。はい、さあ滝沢もどんどん形が良くなっていく。さあ、そうですね。滝沢は。結構ないもんね。難は広島一枚押さえてるだけ。もう一枚ある。さあこれで待ち取りをどうするか。イーソーキルトリアンパッソー。てかリャウパソしかないですか基本は。うーん、イースそうもなくはない。イースパソを切ったらイースチソでしたね。うーん、イーソー切り、イーソー切りで闇天を選択。スーソー切りしちゃうとあれだもんね。スーソーの方だいぶ切りやすいと思うんですけど、スーソー切りしちゃうとパーソン上がれないもんね。はい、そうですね、役がなくて上がれない形。はい、サリアンパスを待ちが入っているところで高宮がこれはめくりっこなりますね。はい、リャンワンがないので3万を切ってウッパーワン待ち。はい、ウッパーワンも相当強いもんね。さあ滝沢の3面ちゃんがもう実はすごく薄いんですが、シャーを重ねていた病が何をつま上がりで役役本一2004戦は2100、4100。なんとテンパっていたことに気づいていませんでした私は。まあまあまだちょっとあの他の2人をまだね、目処ってしまった。まだ12時台だからしょうがないです。そう、申し訳ないです、ね。はい、病が上がりをものにしました。はい、高宮さん惜しかったですね。あの今ウッパーマン相当強いことですからね。うん、なんかそうですよね、良さそうに見えました。さやまいはトンガアンコウ、高宮またしても想像が多い手配。うん、もうただ高宮さんも人上がりあったのかな、人上がりきたんでもうタッキーとまだ6センターぐらいの差しかないですからね。はい、
まだまだトップが見える位置、うん、まあとにかくトップがあまりに大きすぎるレベルなんでね、うん、もう狙えるならどこまででもトップ狙ってきますよね。そうですよね、うん、それこそあの、まあ、極端に言うと2着からラスに落ちても怖くないからトップ狙っていくぐらいのイメージはありますよね。こちらは順位点が13、はい、だからあのポイント的に言うと一緒なんですよ、はい、トップ50で2着10なんで、うん、プラス10なんでそこ40ポイントしか差はないじゃないですか。トップと2着が43、はいはい、であのラスがマイナス30なんで、はい、2位がプラス10だとそこも40ポイント差なんで、そうですよね、あの一緒って言えば一緒なんですけど、ただイメージとしては、うん、あのそういうイメージはありますね。うん、あの2着からラス落ちの危険を犯してもトップ目指していくみたいな、ね、はい、それだけトップが偉いルールと、うん、もしかしたら人によるのかもしれないですけど、僕なんかはそっちのイメージありますね、うんうん、同じ40ポイントなら上を見ようみたいなね、はい、ほら大きいじゃないですか僕は基本的にね。さあ手配の方見てまいりましょう。おさあ広柴田はこれは何ですか、はい、ちゃんたこれはなんか本郎といといとかになりそうですね。国士も見てますか。国士はでもちわんこになってどっちかというと本郎の方だと思いますけどね。100万はまだ1回だけ、100万は僕が見てた限りは1回ですけど、あの 開幕数の日の、ね、はい、地下の数万個で内川が数ワンコ上がった時のトップ誰だか知ってます、はい、知ってますよ超イケメンね、超イケメン、そうです、超イケメンの藤崎プロが8000オールを2連続とか言っている間に病が転敗、はい、さあ待ちは一数ピン、さあ滝沢がまっすぐ行っていいピン、裏ドラが1枚、これは大きい、リーチ一発裏1、リーノミですからね、リーノミの手が5200になるんですよ。そうそうそう、これ大混戦になったね、はい、さあ病が2連続で上がりをものにしてググッと、しかもトップ目からラス目に強引移動ですからね、うん、滝沢からしたら痛い40となってしまった。さっきちょっとあのドラゴンから崩れてきたね、なんかね。そうですか、ちょっとあれイケメンじゃなかったドラゴンがね、イケメンには見えませんでしたね、あれじゃ俺と変わんないよ、ね、あれさっき自分でイケメンって言ってましたよね、気にすんなよさあ南三局に移ります。ドラは9ピン、滝沢の手に赤が2枚、うん、どうなりました。あ、まだ滝残ってる、ギリギリですね、本当首の皮1枚っていうとこですか。さあ高宮がドラさんのチャンスで初があんこです、はい、ただおそらくですけどこれは2局とも上がらないとトップなかなかなんないやつね。というのはどういうことですか。やっぱり他の人がトップを狙ってくるんで、はい、まああるとするとここでタッキーが満貫とか積もって、はい、オーラス広島がソストラス落ちするんで3着上がりのラスあの上がりをしてくれるとタッキー1回の上がりでもトップかもしれないですけど、あ、なるほど、例えばタッキーが満貫積もってオーラスに行っても他の人はまあまあトップまで狙ってきますからね。まあ親の病はもちろんのこと、うん、高宮も射程圏内と、まあ、ただマンツもじゃ高宮さん届かなくはなるんですけどね、はい、ここでマンツも押されるとね。そうですね、しかしその高宮にチャンス手が入っている。うん、ドラ2枚使い切れれば泣いても OK です。ただ上がってしまえば一旦トップ目でオーラスは迎えられますけどね。うん、そうですね、ポンない、ない。本はしない。地位はしたかった牌ですが、さあ3万を重ねていいシャンテン。滝沢はリアンシャンテン。はい、まあ、これだと面前でリーチの方が有力。ああ、ただ分かんないね。さあ広芝ともいいシャンテン。親の広芝にドラの9ピン打たれてさらに手出しの地位層入ってるんで。もしかするとスピード合わせもありますね。アタッキーも来たね。そうですね、滝沢もイーシャンテンまで来た。さあ高宮がチーテンを取るかどうか。まあ
取らないね、うん、アロンソ地位点取らなかったですね。まあ高宮のスタイルから言って、はい、まあ面前で引いてリーチでしょうね。しかしそれで滝沢が転敗、さなら泣いとくよという声が、どうかな分かんないですけど滝闇点あったよね。うわイケメン。さあしかし広柴田が追いついて3番を一発で報酬となってしまいました、はい、滝沢流れです。リーチ一発三夜をドラドラ、うん、タキの手闇点普通だと思いましたけどリーチ正解、リーチしましたね。あ でもこれだと出上がりだからね、高宮マンツモー圏内にいるはずですから、うん、マンツモー OK ですね。まあ、広柴以外の3人はもうトップしか見てないでしょうね現状ね、はい、さあ39回戦はオーラスを迎えます。親は病、ドラはローピング、まあ、よく打ちよく上がりって感じで、まあでもこのルール あの特徴っていうか勝つ時のパターンじゃないですか、うんうんうん、よく振りよく上がりみたいなね、はい、ともかく参戦していくと、うん、だから学ぶに向いてんじゃないの。僕もそういうタイプなんですよ実は。知ってる知ってる。あ、知ってました、うん、どこまで参加してくんねんってくるぐらいですね嫌いなの黙ってんの基本的にやっぱこう参加したがりなんで。カリフォルニア扇風機ねすごいよね。あのハリケーンだし、カリフォルニアじゃなくてサンフランシスコだし、扇風機じゃなくてハリケーンなんで、いろいろ間違ってた、ね、はい、ちょっとどっちも違うっていうのがちょっと、うん、せめてどっちか当てていただかないと。 でもまあまあイメージかつてたでしょ。イメージはかつてたでしょ。なんとなく言いたいことは分かりましたけど通知でいいでしょ通知ちょっとね、まあ、ちょっとこのルールは確かにやりながらも楽しいルールだな、ね、参加できて楽しいルールだなと思っていますが、うん、学ぶ武器だよ ね、 どっちかというとね。そうかもしれないですけどね。高宮さんあれを漫画に仕上げるってどうするのかな、うん、あの親の病プロが来たからって言って高宮さんあのさばいて2着キープっていうのはないと思うんですよ、はい、一旦逆転されても1回連チャンされた方がいいぐらいのあれまであると思うんでね、うんうんうん、高宮さっきのチーテン取らなかったのもらしさですか。らしさですね、うんうん、だからあの2着でもいいと思えばさ、はい、チーテン取って上がってオーラス行ってしまえばトップ目でオーラス迎えればかなり連帯はできそう、うん、そうそうそう言った状況でしたが、さあ天杯一番乗りは病、さあ親のリーチはしない、まあ、これは闇点ですよ。これはだってもうドラしか手代わりないですからね、はい、あと振り手になりますからね何引いても、はい、これはリーチといた方が良さそうですけど。しかしリーチに行かないのが病、さあ世界の病ここで一巡回してリーチをしていく、うん、世界のガラリーね、世界のガラリー、あー来たね高宮さんもね、ちょっと裏ドラとか一歩期待になりますけど、うーんそうですね、何か複合してくれないとといったところですが、ただどこまで行くかは分かんないですね。はい、さあ両面両面のイーシャンテン、これでタイヤ王の振り替わりも見えてきた、はい、ピースマンが薄いか、はい、さあ時間はここで40分経過と、はい、さあそして柴田がドラにチーピンをくっつけてウッパーピン待ちでリーチ、くっつけて、はい、これで高宮さんがそこそこ行かなきゃなくなったかな。うん、柴田プロ上がると終わっちゃうもんね。そうですね、しかしチーピンなくなった、柴田はこれは積もらないと着順が上がらないですか。山井からの直撃は OK、 山井プロはもう山にないんですね。さあそのこのパーピンは柴田への当たり牌、完全に抜きましたか。高宮からしたら1回連チャンしてもらってといったとこですか、はい、うん、こうなると2人でウッパーピン積もってるようなもんだからな。うん、これよく麻雀やっててありがちですよね。あのリーチしてない降りてる方の2人はタッキーはあの広芝頑張れだし、はい、高宮は山井頑張れだしね。そうですね、うん、さあ柴田の上がり牌がここに 2枚来ましたね。ああ、でも山井高宮からするとこれ流局したら大きいね。うん、あと何枚
そんなにいっぱいはないね。ウッパーピンはどうですか？2枚赤尾ピン残ってる。1、2、3、4、1枚ずつですね、多分ね。そうですね、ウッパーピンは残り2枚。ウーピンは赤が1枚残ってますね。さあ、そして病の3万とチーピンは、3万はない、チーピンもない、どっちもないですね、はい。耐えられるかどうかの勝負になってきましたね。さあ、残り積は2回ずつですか。そうですね、残り積2回ずつ。これ金のなかったら危ない。あ、でもドラバタミのドラのワンチャンスでドラバサミで自分が結構持ってる筋は切らないかな、やっぱり。さあ、高宮、ここで現物がなくなってしまう、うん。こうなると2万、まず2万が筋ですね。2万は筋ですか。E1 は3枚切れ。あ、今4枚切れですね。数層を選びましたね。中筋。中筋。おお、なるほどね。なるほど。切り番がまだあと2、このあと2回残っているのでというところですか。数層通してしまえば安泰と。ふう、まだ。さあ、決着はつかない。あと1巡ずつ。でもまだ2枚いるんですよね。あ、これで残り1枚。あと赤尾ピンのみですね。スーピン、隣。赤尾ピンだ。最後の最後に掴んでしまったのは病、はい。リーチピンフドラドラ8000点の上がりです。さあ、最後に柴田が満貫を決めて3着に浮上。トップから滝沢。2着に高宮。3着に柴田。そして4着病。以上の並びで39回戦は終了です。続いて40回戦です。